こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日は吉本新喜劇茂造はちゃめちゃカレーを食べてみたいと思います。吉本クリエイティブエージェンシーが出しているカレーなんですが、茂造じいさん、あのおなじみのキャラクター吉本新喜劇の座長さんの辻本茂雄さんの演じるキャラクターなんですけど、泉州の玉ねぎをたっぷり使用したこだわりのカレー、パッケージには茂造おじいさんが美味しく食べたらどうやと言っています。美味しそうですね。それでは早速準備します。茂造はちゃめちゃカレーが出来上がりました。ではいただきます。表示は中辛なんですが、ちょっと辛みの強いカレーだと思います。同時にはちゃめちゃカレーというタイトルなんですけど、そうではなくて割と本格的なカレーの風味というか味わいがします。具材は牛のひき肉を使っています。ナッツの細かいナッツがたくさん入っています。玉ねぎはもう溶け込んでるみたいですね。あと味わいはトマトの味わいがやや強めに感じられます。完食しました。ごちそうさまでした。食べ終えて最初に言いましたが、本格的なカレーの味わいがしました。商品名がはちゃめちゃカレーっていうことなんですけど、全然はちゃめちゃではなく、はちゃめちゃっていうのは茂造じいさんの、ことを表した商品名だと思うんですけど、これは本当に美味しいカレーでした。安易にタレントさんや芸人さんの、その名前をつけて売り出すカレーということではなくて、中身その味そのものでも勝負するぞという意気込みを私は感じました。このカレーは食べながら思ったんですけど、ライスではなくて何と合わせても美味しく食べられるなっていう、そんな味わいのカレーだったと思います。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。